皆さんおはようございます。今日はトヨタのノアを試乗したいと思います。それではスタートします。今日は初めてトヨタのカーシェアを使っています。で、以前ですねボクシーを試乗したんですが、ちょっとその時のボクシーのグレードがあまり上位グレードではなかったということで、今回ですねノアで上位グレードがありましたので試乗しています。ただですねこれ上位グレードとは言ってもですね特別なグレードで GR 画像レーシングの、モデルというんでしょうか。ですからミニバンなんですが非常に走りにこだわった仕様になっています。例えばタイヤの大きさあと扁平率も標準のノアとは違うようです。で今ですね走り出して、ストレート直進を走っているんですが確かにこの間のボクシーとは全然違うなという感じがあります。でそもそも、走りにこだわっているということでシートもちょっとバケットシートっぽいです。でシートの生地も、普通のファブリックではないです。ちょっとスウェードのような生地です。でやっぱりハンドルがですねいいですね。レザーハンドル本革になっています。前回試乗したステップワゴンもレザーハンドルだったんですが、このノアも非常にこのハンドル握り心地がいいです。あと最初に乗って驚いたのがこの、モニターですね。このモニターの大きさはおそらく私が今まで乗った車の中で一番大きいのではないでしょうか。最新のプリウスのプラグインハイブリッドはかなりテスラのように縦長の大きいパネルのようなんですが私がこの間試乗したのはそのモデルではありませんでした。GR モデルに乗っているからということなんでしょうか、気持ち足も硬いような気がします。結構路面の振動がはっきりと伝わってきます。エンジンは同じだと思うんですがまあまあ加速も悪くないと思います。パワステはですね、なんと言うんでしょうか、すごい軽いというわけではないんですが、スポーツモデルという意味ではちょうどいい重さだと思います。これくらいの重さがあった方が、こうスピードを出してコーナーを曲がったりするときに、安定して回りやすいのかなと。思います。結構キビキビ走る感じです。やはり前回のボクシーより乗り心地という面では良くないんでしょうけど、ただスポーティーに走りたいっていうことでしたら。こちらの GR の方がいいと思います。ミニバンですので、外の視界視認性は非常にいいです。ですから非常に運転しやすい車であり、
走りっていう面でも非常に優れていると思います。個人的になんですが、走りという面に関しては先日試乗したラブ4よりこっちの方がいいような気がします。エンジン音にしてもラブ4より私はこっちのノアの方が耳障りではないです。ちょっとマニュアルモードで走ってみます。マニュアルモードもですね、このシフトノブがハンドルのすぐ左下にあるということで、これ結構操作しやすいです。これはいいと思います。これハンドルの太さもいいですね。大きさもちょっと小さめなんでしょうか。非常に操作しやすいです。今60キロ弱で走っていますが、まあ、静粛性も、まあ、普通に悪くないです。日本のミニバンのすごいところは、室内のスペースが非常に広いんですが、車幅は意外と広くないというところだと思います。ですから車幅がそれほど広くないので、日本の道路では非常に運転しやすいと思います。ボクシーの時もお伝えしたんですが、ミニバンなんですけどすごいハンドルが切れます。先日試乗したラブ4とシビックと比べて明らかにハンドルがよく切れると思います。ですから、まあ、ラブ4とシビックはもともとアメリカ発ということで、そんなにハンドルが切れないのかもしれないんですけど、逆にこのミニバンというのはすごいハンドルが切れると思います。今日曜日の朝ということで非常に都内でも道が空いています。ですからちょっと気をつけないとすぐ60キロを超えそうになるので注意が必要です。で GR という画像レーシング、スポーツ仕様の車なんですけど、安全装備は他のモデルと同じように標準でついているようです。まあ、安全装備ではないんですけど、先ほど前方の車が動き出した時に、動き出しましたよとアラームが出ます。カメラもついていますので、まあ、衝突被害軽減ブレーキもついていると思います。ブレーキの効きもいいと思います。新しい車なのでブレーキが効くのは当たり前なんですが、そうですね、まあ、扱いやすいブレーキだと思います。ただオートホールドはついていないようです。ですから今赤信号で停車中ですけど、ドライブですからブレーキを踏み続ける必要があります。この液晶パネルですね、大きいだけではなくて走っていると勝手にいろいろな情報を表示します。ハンドルが切れますので、こういった細い道でも楽に曲がれます。今駐車場に戻してるんですけど、大通りからバックで入れるということで、今車が少ないので問題なくできましたけど、昼間これをやるというのはちょっと
慣れてない人には難しいかもしれないです。まあ、かといってこれを頭から入れてしまうと次乗る人が今度バックで出なければいけないということで、まあ、どっちにしても難しいのかなと思います。外観はこんな感じです。ちょっとホームページで見たときに、この画像レーシング仕様だけ顔がですね一つ前のモデルらしいです。ちょっと詳しいことよくわかんないんですけど、後ろはこんな感じです。入れるとしたら一回あっちの方に頭を入れてしまって、歩道なんですけど頭を入れてそこからバックで戻すというのが一番いいのかなと思います。内装はこんな感じですね。このシートが素晴らしいです。バケットです。でここがちょっとスウェードっぽくなっています。後ろも同じ材質のシートになっています。やっぱり広いです。やはり何といってもこのモニターの大きさが特徴です。でここのエアコン周りはですね、前回のボクシーとそれほど変わっていないと思います。でシフトノブがあります。まあ、インパネメーター周りはこんな感じで赤い文字盤で非常にかっこいいと思います。先日のシビックもそうだったんですけど、ペダルがですねアルミのペダルになっています。これも滑らないようにゴムのイボイボがついています。トヨタノア画像レーシング仕様以上になります。